はい、お疲れ様です。今日もね、風が強いんですが、まあちょうどね、この時間また車が増えてくると思うので、今から少しやってみようかなと思います。まあ今日はね、日経平均もアメリカのダウ、S&P もマイナスですね。まあダウと S&P、まあ、チケットの機械を設置しているので、多分有料になるのかなと思っていますが、まあ個人的にはね、反対ではありますが、まあ浜松にもっとこう人をこう呼びつける、呼び込むことができるような、まあ、そういった政策の方が、まあ、経済のためにはなるのかなと思いますので、まあ、市役所としては失敗をしても再挑戦できるような、社会的に大きな問題としては、日本人の平均収入が、平均賃金が30年間ぐらい増えていないということで、まあ、25年とか30年間ぐらい、日本人 の、 その平均賃金が、ね、横ばいということで、まあ、アメリカでも 1.4 倍ぐらい増えていますし、まあ、大体先進国の子育てをして東京で仕事をすると、こういったライフスタイルも新幹線を使えば可能だと思いますし、まあ、在宅勤務もある程度は普及してきていると思いますので、新しいライフスタイルを、ね、提案をしていきたいかなと思います。まあ、一応浜松市 の、 人口は、80万人ぐらい。一旦終了します。お疲れ様でした。先ほどチームステージ水前じゃあ、今日最後の、ね、スピーチやってみようかなと思います。場所は、西岩です。黄色いところですね。まあ、前向きに頑張ってみますのでよろしくお願いします。 Let's do this。 これぐらいでいいかね、今日は。皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。今日も無所属で、落選中で、政治活動をやっております。まあ、来月は高校受験がありますので、受験生の皆さんも頑張ってほしいなと思います。まあ、自分は来年の、4月にはまた統一選がありますから、まあ、無所属でありますが、また5年間で、6万7000人ぐらい減少しているということが新聞に載っていました。まあ、1年間で、まあ、1万人以上人口が減っていますし、まあ、人口が減るということは税金を、ね、払ってくれる日本人の数も激減をしていきますので、まあ、人口の底上げも提案をしていきたいなと。十分いいのかなと思いますが、まあ、アメリカとか中国とか他の国々では EV 化を推し進めているということで、もう何が問題かというと、おそらくその自動車の部品の数も半分ぐらいで済んでしまいますから、自動車産業プラスもう一つで何か強い武器を作って厳しいと思いますが、まあ、選挙で落選した後に2つ目の政治団体を作って、でソーシャルメディアも始めています。なので政治活動だけではなくて、まあ、ソーシャルメディアの方もめげずに、ね、続けていこうかなと思います。まあ、失敗をしても何度でも再挑戦できるような社会を目指していきたいですし、まあ、地方でも、ね、もっとイノベーションを起こして、なくなっちゃうんですよね。まあ、でもね、朝に比べると朝の方がまだ暖かいかもしれないですね。この時間帯は本当に風が強くてなかなか大変だと思います。まあ、来月には公立学校のね、公立高校の受験